令和6年9月20日金曜日です。金曜ウレタンレースです。よろしくお願いいたします。金曜で前半戦オープンクラス予選第1ラウンド第1組出走ドライバーは片山選手、高橋選手、三浦選手、赤木選手、小久保選手、前列グリッド、カズちゃん、ニューノヤ、小久保、お三方前列グリッドです。スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分が周回です。スタートです。さあスタートしました。金売れオープンクラス予選、おっとさあ1コーナー2コーナーか2コーナーで少しクラッシュ型。さあ単独トップ抜け出てきたのはグリーンのマシンカズちゃん、2番手 AWD 赤木、3番手ニューニュー、4番手高橋、5番手ここのレーソーだ。さあ金上オープンクラス予選第1ラウンド第1組、さあ2番手入れ方、さあクラッシュがあって2番手これでニューニューが浮上、3番手に AWD 赤木、4番手黄色いマシャ国語、5番手高橋。さあ金上ウレタンレース、レース前にコースレイアウトを変更しております。さあ2番3番ニューニュー赤木、さあ絡み合いながら2番手バトル、オレンジのマシンと赤いマシン、その後ろ蛍光イエローが4番手小久保、5番手高橋。さあレースタイムは序盤の1分が経過いたします。トップカズちゃん、グリーンのマシン、さあこれで単独ニューニューが赤木が2番手浮上、3番手ニューニュー、4番手小久保、5番手高橋のレースオーダー。さあトップグリーンのマシンカズちゃんが着実にラップを重ねていく。現在最終コーナーからストレート、1コーナー2コーナー入っていくグリーンのマシンがトップ走行、片山選手ベストラップは 10.31 をマークしている。レースタイムは残り1分35秒です。さあ間もなく3分間周回です。後半戦に入っていく金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組、トップ走行グリーンのマシン片山選手、2番手レッド赤木 AWD、 3番手にオレンジがニューニューかな、4番手蛍光イエロー小久保、5番手白オレンジグラデーションが高橋という中盤レースオーダー。残り時間は1分15秒です。さあ折り返しを過ぎまして3分間周回です。後半戦に入っている金売れ予選第1ラウンド第1組オープンクラス、トップ走行はグリーンのマシンカズちゃん。さあギリギリのタイトなラインを攻めていきます。ベストラップも10秒3をマークしている。レースタイムは残り1分です。さあ残り1分で残り55秒となりました。さあ2分経過しまして予選第1ラウンド第1グループ片山選手がスタート直後からトップ大きくリード、2番手以降は2番手に、レッド赤木 AWD、 3番手にオレンジニューノヤ、4番手蛍光イエロー小久保、5番手にあそこバトルか小久保高橋がバトル状態。レースは残り30秒です。さあ面白くなっているのは4番5番だ、蛍光イエローのマシンと白オレンジグラデーション小久保 VS 高橋、ここは4番5番バトルだ。レースタイムは残り15秒です。残り15秒。さあトップカズちゃんは予想周回18ラップ。あと2周いけそうですね。ここで残り10秒。さあカズちゃんはもう1周入る。さあ何もなければもう1周。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあカズちゃん届いた。さあここでタイムアップ。まずはニューニューゴール。さあレース走中、レース走中。さああと4台。さあゴールゴールゴール、はい、全車ゴールです。トップゴール、かっちゃん唯一18ラップをマークしました。3分8秒79でゴール、ナイスランです。はい、お疲れ様でした。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組終了です。はい、では続きまして第2グループ、ご準備ください、ご準備ください。第2組出走ドライバーは上田父蓮選手、木村選手、勝田選手、市光選手、店長。前列グリッド上田父、木村、市光、お三方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。勝田店長、蓮、上田、木村の順番です。
かもしれない。カッタさんの差 1.1、 カッタさん店長 0.45、 0.65、 68、 店長木村さんが約4秒、トップがカッタさんに変わりました。で店長が2位にジャンプアップ、木村さんもペースいいですね。でレンがお父さんをプレッシャーで押しのけて5位に、残り60秒。トップ勝田さん、2位店長、3位清水さん、4位木村さん、5位レーン、6位上田さん。木村さんの後ろにレーンが、残り10秒。タイムアップ4番、5番、ゴール、2番、ゴール、2番、ゴール、6番、ゴール、3番、ゴール、5番、ゴール、全試合、ゴール。オープンクラス予選第1ラウンド終了しまして、ミスカウントなしね、大丈夫ですね。さあでは集計結果が出ます。本日は、前半戦オープンクラスは11台エントリーですので、トップ4ですね、トップ4が A シードとなります。今のところは、カズちゃん、カッタ選手、店長、いっちゃん選手、ボーダーが暫定4位、いっちゃんの17分6秒。さあこの辺はミス回数による感じですね。はい、では続きましてオープンクラス予選第2ラウンドへ参ります。ご準備ください。第1組出走ドライバーはカズちゃん、高橋選手、宮内選手、赤木選手、国宝選手、前列グリッド高橋、赤木、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組、3分が周回です。スタートです。さあスタートしました。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ第2ラウンドに入ってマシンチェンジしてきた赤木選手、オープン車両になってる。さあ5台流れた、うまい。さあトップカズちゃん、2番手赤木、3番手高橋、4番手には、あー1コーナーカズちゃん、オーマイガード。さあカズちゃん1コーナー、2コーナーか、1番マーカーの2コーナー。さあトップに立ったのはレッド赤木、2番手高橋、3番手ニューニュー。さあこれは高橋ラインを譲って、ニューニュー2番手、さっさってないか。さあ3、2コーナー、2コーナーのラジアル内側危険ですよ、ゴールに滑り込んでしまう。さあトップはレッド赤木、さあザウバー C9、 トップ走行は赤木選手、2番手にニューニュー、3番手高橋、4番手カズちゃん、5番手コクボ。さあ上位2台がいい形でレースをリードする。さあ高橋、カズちゃんもいいペースか。さあラップマーカーに対応、あっとさあ最初コーナー引っかかっていたのは高橋ですか。さあレースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ赤木、2番手ニューニュー、3番手カズちゃん上がった、4番手高橋、5番手国防。あっとさあ危ない危ない、落ち着いて。さあトップ赤木選手、
いいペースで、危ない危ない、落ち着いて。さあ、現在アベレージペースは 10.8 台ということは、上位陣暫定。おっと、クラッシュ。さあ、ここはワンクラッシュが A シードボーダー非常に影響してくるぞ。あっと、さあ今度はニューニューが見せた。さあ、トップは赤木、2番手カズちゃん上がってきた。3番手に高橋、4番手ニューニュー、5番手国保。さあ、レースタイム残り1分15秒です。残り1分15秒。さあ、後半戦に入っているオープンクラス予選第2ラウンド第1組、トップ走行はレッド赤木。さあ、このまま逃げ切れるか。2番手はグリーンのマシンカズちゃん、3番手高橋、4番手ニューニュー、5番手国保。レースは残り1分です。ラスト1分、ラスト1分。さあ、キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、熾烈なトップ争い、赤木 VS カズちゃん。ここが 0.3 秒差。さあ、そして3番手はニューニュー単独、4番手高橋、5番手国保。レースタイムは残り間もなく35秒です。残り35秒。さあ、トップ赤木、現在アベレージペース 10.8。 暫定をボーダー付近のタイム。さあ、このままゴールなるか、まとめ切るか。残り20秒。さあ、オープンクラス予選第2ラウンド第1組、残り15秒です。残り15秒。さあ、依然トップ争いテルズノーズ、赤木カズちゃん、赤いマシンとグリーンのマシン、捕食カラーのトップ争い。さあ、残り5秒。おっと、さあ、1台飛んでいったのは高校選手か。さあ、ここでタイムアップ中からゴールとなる。さあ、悪ないですよ。さあ、ゴールゴール、高橋のゴールですね。さあ、国母帰って、ニューニュー帰って、はい、全車ゴールです。トップゴールは赤木選手、17ラップ3分3秒52。おナイスラン。さあ、暫定3番タイムをマークしました。はい、お疲れ様でした。チームレオープンクラス予選第2ラウンド第1組まで終了しまして、続きまして予選最終グループですね。ご準備くださいね。さあ、オープンクラス予選第2ラウンド第2組シフトドライバーは、上田父蓮選手、木村選手、勝田選手、市光選手、店長。前列グリッド、蓮、勝田、店長。お三方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタートしました。あっと、一周目勝田が飛んできた。さあ、ホールショットは店長、一周目店長、いっちゃん、レン、勝田、上田、木村の順で通過していく。さあ、店長がいい。そして店長を追うのはいっちゃんとレン。そしてここで勝田がレンを抜いて3番手。さあ、店長、いっちゃんのシーカー対決。さあ、いっちゃんは1回目の予選5番手、これでこのままではタイムを上げたいところ。勝田がちょっとミス。さあ、勝田最後尾に落ちて。さあ、トップが変わっている。トップいっちゃん、店長も今ちょっとミス。さあ、レンもいいぞ。店長の後ろへ。あっと、レンがここで店長を抜いて2番手の長。さあ、最後尾で木村がちょっとわたついている。さあ、1回目5位、5番手のいっちゃんが目走行、どこへ平均や。アベレージでいうと今のところ4番手タイム、4番手店長のタイムを抜いて、ボーダー付近、ボーダーに。さあ、レンも離されていない。レン店長のバトル。そして最後尾は上田、木村のバトル。あ、勝田がミス。さあ、勝田選手はちょっと車の調子が悪いのか、ミスが多い。さあ、一宮選手のタイムがラップタイム少し落ちて、これ4番手か5番手ギリギリのところ。一宮さんが主に補足けてる。ラジコン結構
あのダブルのよトメちゃんとかで言うと俺もレースオートバイのレース仲間でトメちゃんいたしな残り30秒さあ残り30秒さあ一道選手はギリギリボーダーに届くのかこのままノーミスで行くとギリギリ届くと残り10秒さあ残り10秒さあラストラップですあーっと一道ここでミスこれはどうやああ、最後口にゴール上田ゴールさあ、木村もミスってるはい、木村ゴール、電車ゴールでーすラップ3分0秒であ、でも一部選手が2番手2番タイムナイスランさあ、お疲れ様でした以上にてオープンクラス予選ラウンド終了ですでは A シード、カズちゃん、お、一ミスさん、2番、素晴らしい、3番、カッタさん、4番、赤木さん、A シードです、では予選5位以降で決勝 B グループを行います、ご準備ください、出走ドライバーは、店長、蓮選手、ニューナヤ選手、高橋選手、上田知木村選手、小久保選手ご準備ください、ご準備くださいはい、ご準備ですか、では参ります金売れオープンクラス決勝 B グループ8分合衆からスタートです勝ち上がりはトップ3頑張ってまいりましょう、はい、行ったうわ、なんか消えた。1分経過、1位店長、2位蓮、3位上田さん、4位ニューナヤさん、5位木村さん、6位高橋さん、7位徳場さん。2分経過、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位高橋さん、5位木村さん、6位上田さん、7位小久保さん。3分経過、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位木村さん、5位高橋さん、6位上田さん、7位徳保さん。
4分経過、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位木村さん、5位上田さん、6位国久保さん、7位高橋さん。5分経過、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位木村さん、5位上田さん、6位国久保さん、7位高橋さん。6分経過、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナーさん、4位木村さん、5位上田さん、6位国久保さん、7位高橋さん。残り1分、1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位木村さん、5位上田さん、6位高橋さん、7位国久保さん。残り50秒。残り40秒。残り30秒。1位店長、2位蓮くん、3位ニューナヤさん、4位木村さん、5位上田さん、6位高橋さん、7位国久保さん。残り20秒。残り10秒。タイムアップ6番、ゴール3番、ゴール3番、ゴール2番、ゴール1番、ゴール2番、ゴール3番、ゴール4番、ゴール5番、ゴール6番、ゴール7番、ゴール8番、ゴール9番、ゴール10番、ゴール11番、ゴール12番、ゴール13番、ゴール14番、ゴール15番、ゴール16番、ゴール17番、ゴール18番、ゴール19番、ゴール20番、ゴール21番、ゴール22番、ゴール23番、ゴール24番、ゴール25番、ゴール26番、ゴール27番、ゴール28番、ゴール29番、ゴール30番、ゴール31番、ゴール32番、ゴール33番、ゴール34番、ゴール35番、ゴール36番、ゴール37番、ゴール38番、ゴール39番、ゴール40番、ゴール41番、ゴール42番、ゴール43番、ゴール44番、ゴール45番、ゴール46番、ゴール47番、ゴール48番、ゴール49番、ゴール50番、ゴール51番、ゴール52番、ゴール53番、ゴール54番、ゴール55番、ゴール56番、ゴール57番、ゴール58番、ゴール59番、ゴール60番、ゴール61番、ゴール62番、ゴール63番、ゴール64番、ゴール65番、ゴール66番、ゴ
疲れさんでした。勝ち上がりは蓮入の屋木村。はい、お疲れ様でした。キングレオープンクラス決勝 B グループ終了です。勝ち上がりは蓮入の屋木村。では続きまして決勝 A グループご準備ください。出走ドライバーは、片山選手、一道選手、勝田選手、赤木選手、そして勝ち上がりの蓮選手、入の屋選手、木村選手。はい、よろしいですか。では参ります。金売れオープンクラス決勝 A グループ8分間周回です。スタートです。さあスタートしました。7台走行金売れオープンクラス決勝 A グループ、さあ長丁場の8分間周回です。さあグリッドスタート2台抜け出てきた。トップは先頭グリッドスタートのカズちゃん。さあ2番手にはキングレはハッサンかな、一ミス選手。さあ大健闘オレンジマシン。3番手に小学生ドライバー蓮選手。さあ勝ち上がりですでに3番手走行、4番手勝田、5番手木村、6番手ニューニュー、7番手赤木。さあキングレオープンクラス決勝 A グループ、さあ3番入れ勝ったか。これで蓮がラインを譲って勝田が3番手以上。トップ勝田、2番手一ミス、3番手勝田、4番手蓮、5番手木村、6番手ニューニュー、7番手赤木。さあまだまだ、おっと危な。さあ1コーナーこれで4番5番見る方が、木村が1つポジション上げて白いマシン、4番で浮上。おっとさあ連と木村連ニューニュー。さあ木村選手4番、後方連がプレッシャー。おっとトップガチャンクラッシュ。さあ入れ替わって、さあ1番2番が絡んで勝田が一気に2台ごぼう抜き、トップに立った白青のマシン勝田選手。2番手に一道選手は復帰、3番手勝ちゃん、4番手木村、5いやミス。さあこれで4番手ニューニュー、さあ勝ち上がりのニューニューが4番手上がってきた。5番手木村、6番手蓮、7番手赤木。さあ中段以降もまだまだ面白いレースだ。レースタイム残り6分35秒、残り6分35秒。トップ勝った白青のマシン。さあワンチャンで2台ごぼう抜き、トップに立ちました勝田選手。現在最終コーナーからストレート。さあ後方2番手争い、一道 VS カズ、オレンジのマシンとグリーンのマシンが2番3番、その後ろ4番手に蛍光オレンジニューニュー、5番手白木村、6番手レッド赤木、7番手シルバー赤蓮。おっとさあこれ2番3番距離が広がったか。さあこれでトップ勝った、現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく白青のマシン。2番手オレンジの松田なの。おっとさあ引っかかっている5番セクション。さあ5番引っかかっている。さあ避けられない。さあ5番って言うてたで。さあこれで2番3番入れ替わり、まだまだここから。レースタイム残り5分40秒、残り5分40秒。さあまだ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 レースタイム残っている。トップは勝田選手、現在1コーナー2コーナー、2番手カズちゃんストレートグリーンのマシン、3番手一道選手が巻き返しなるか、オレンジマシンカズちゃんの後ろ 1.2 秒、同じような距離で後ろ4番手にニューニュー、いや赤木上がってきた。さあ一気に赤木が4番手にジャンプアップ。さあレッド赤木中盤粘りの走行で4番手に上げている。5番手木村、6番手ニューニューか、そこが全車同一ポジション 0.5 秒差ですね。赤木が現在ストレート、こちらのマシンが4番、そのすぐ後ろ白が5番、6番が、蛍光オレンジか、いや遅れてるかニューニューは。6番ニューニュー、7番手レン。さあトップ勝った、現在ストレートから1、あーカズちゃん引っかかっている。さあ2番手カズちゃん、おっと一道選手もタイムロスがあったか。さあこれで 3.9 秒差。さあトップ勝田、現在1コーナー2コーナー、2番手カズちゃんが 3.2 秒差、3番手一道選手が同じような距離 3.8 秒差、4番手に赤木、5番手木村、6番手ニューニュー、7番手ね。残りは4分30秒です。残り4分30秒。おっとトップ引っかかった。さあ勝田がミス。さあこれでカズちゃんがすぐ後ろ迫ってきてる。さあ一気にその差1秒切って 0.8 秒差、勝田カズ。さあワンミスで一気に距離が縮まっている。そして3番手一道選手は、いやこれ離れてるか。さあ一道選手タイムロスがあった模様。これで赤木、さあ赤木が後方残り4分。さあここからレースは半分、残り4分、残り4分。3番手一道、4番手赤木、ここは 0.3 秒差。あ木村もついてきてるのか。さあここは今度は3、4、5。さあ一道、赤木、木村。さあここが三つどもえの3位争い。
さあ表彰台をかけた3位争いだ。その後ろにはとっとと赤木危ない。さあ最初コーナーミスがあった。これで赤白赤木木村、ここは4番5番テールズノーズ、その後ろにトップテールズノーズの勝った数が見えてきている。レースタイムは残り3分20秒。さあ各ポジション熱いバトルとなっている。目が離せないレース展開。後半戦に入ってトップ勝った。さあ逃げ切るか。おカズちゃんがギリギリのところ、バンプ、あー1コーナーアップで、さあカズちゃん濃厚、さあカズちゃん濃厚で出る。このまま2番手どうなる。勝田がトップ、2番手カズ、ここが 0.6 秒。3番手に残り3分、1道選手3番手、4番手赤木、5番手木村、6番手ニューニュー、7番手ね。さあ3番手1道選手、しかし前はほぼラップか、ちょっとここ空いてしまってるから残り、距離が8秒。レースタイム残り2分45秒です。残り2分45秒。トップ勝田、2番手片山、3番手一道、4番手赤木、5番手木村、6番手二宮、7番手ね。さあ残りは5分切って2分35秒。あー最終局面に向けてトップ争いまだまだ分からない。勝田勝 0.2 秒、白青のマシン勝田選手、トップ走行すぐ後ろグリーンのマシンが勝ちゃん、現在ストレートから1コーナー2コーナー、そして3番、あっと転倒。さあニューニュー転倒、これでレンに抜かれて、さあ6番7番入れ替わり、その後ろには3番の一道が見えている。その一道の後ろにはトップ争い勝った数。レースタイム残り2分となります。残り2分。さあトップ勝った、2番手数、3番手一道、4番手赤木、いや一道赤木そこどうしようかね。さあ一道赤木そこは3番4番。さあ残り2分、残り2分、まだまだレースタイム残っている。さあ1番2番と3番4番、ワンラップながらポジション争い、赤木がミス、さあ1秒ミス、さあ残り1分45、まだまだシーソーゲーム、木村もワンチャンあるんで、これ前絡んだら。さあ3番4番5番再び三つ思いのバトル、1道赤木木村345、レースタイム残り1分30秒です。残り1分30秒。さあトップ争いはこれでまだまだ分からなくて1コーナーさあ3番手争い、ニューニューがキーマンとなって、結局木村だけが落ちていった。さあ残り1分15。さあ3番手争いは一道赤木、さあ2番、トップ争いは勝田和、レースタイム残り1分、残り1分。さあ4番手5番手木村、6番手レン、7番手ニューニュー、木村レンがここは4秒ね。まあまあ3分の一周空いてるか。さあ残りは50秒、ラスト1分切って残り50秒。さあトップ争い依然テルツノズ 0.25。 うわさあ勝田の候補カズがプレッシャーをかける。ニューニューは止まった。さあ残り35秒です。残り35秒。さあトップ争い残り30秒、現在ストレート、そして一道赤木の3番4番、ここもまだまだ分からない 0.3 秒。さあ残りは20秒、レースはあと2周というところ。さあ勝ったカズ、うわー押した。さあ1コーナー、さあここは待って残り10秒、ラストラップ勝負、あと1周半トップグループ。さあ3位グループもあとあとカズミン。さあ一道赤木のファイナルラップ勝負だ。さあこれでタイムアップ8分経過、まずは木村選手ゴール、さあ勝田選手守りきましたゴール。さあ3位争いどうだ。はいお疲れ様でした、電車ゴールでーす。トップゴールは勝田選手、2位勝ちゃん、3位に一道選手でした。ナイスレースでしたね、お疲れ様でした。いや8分熱かったですね、お疲れ様でした。金裏後半戦です。後半戦はワイドツーリングクラスを実施いたします。練習走行は終了しておりますので、予選第1ラウンド第1組まもなくスタートです。ご準備ください。出走ドライバーは高橋選手、木村選手、赤木選手、ニューナヤ選手、一応前後列ですね。前列グリッドは高橋、赤木、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金裏ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分が周回です。スタートです。さあスタートしました。4台走行、おっと1コーナー転倒、2コーナー転倒、わーニューニューか。さあオープニングラップトップで抜けてきたのはレッド赤木、2番手にホワイト木村、
あマクラーレン P1GTR 同士のトップ争い、そして3番手にアウディ R8 高橋、4番手に先頭を切ったオレンジのマシンはニューナー選手、マクラーレン12C。 さあ序盤からなんだかんだ各社流れる展開となったが、さあこれは予選走行としては理想のレース展開、トップ赤木、2番手木村、3番手高橋、4番手ニューナヤ、さあニューナヤがレースでスピットイン。さあ上位3台は等間隔 1.3 秒同士で3台がラップを重ねる。さあ高橋ちょいミス、レースタイム残り間もなく2分となります。序盤の1分が経過いたします。さあ上位陣、トップ赤木、2番手木村、さあ2台が抜けてる展開。さあトップ赤木はいいぞ、前後クリアで、後ろ2番手木村は 1.8 秒後方。さあ少しずつ1番2番の距離が広がりだした。3番手高橋は遅れ、あっとしかし、さあ赤木が1コーナーミス。さあこれで木村が迫ってきた。さあトップ赤木、2番手木村、ここは 2.1 秒差、3番手に高橋、4番手にユネア。さあレースタイム残り1分30秒です。残り1分30秒、キングレワイドツーリングクラス予選第1ラン第1組。さあトップ走行は赤木選手、現在1コーナー2コーナー赤いマシン、2番手にその初期白いマシン木村選手 1.1 秒、3番手高橋、4番手ニューナーのレースオーダー。1コーナー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 、はいクリア。さあトップ赤木、現在最終コーナーからストレート、残り1分です。残り1分、あベストラップは10秒35をマークしております。アベレージベースは 10.7。 さあこれで赤木選手、あミス。さあもったいない。さあこれで1番2番がテルゾゾン、残り40秒。さあこれで P1 対決、赤木 VS 木村、1秒切って 0.5 秒差、レースタイム残り30秒です。残り30秒、トップ赤木、2番手木村、3番手高橋、4番手ニューナーのレースオーダー。さあトップ争いは残り2周ないし3周。さあここで15秒残しですね、15秒残し。さあトップ赤木はあと2周ですね。さあ木村も後方 0.9 秒、丁寧に2位をキープしている。さあファイナルラップに入っていくトップグループ。さあニューニューももう一度入った、高橋がゴールとなりそうだ。ここで3分経過、ゴールゴールゴール、まだですよ、レース続行中。ニューニュー入って、はい全車ゴールです。トップゴール赤木選手、17ラップ3分3秒95。さあ金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組終了です。はい、では続きまして金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは勝田選手、勝ちゃん、国母選手、一道選手、店長。前列グリッド、勝田、国母、店長、お三方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。さあ第2レーススタートしました。抜けていってきたのは勝田、さあ片山が続く、勝田、片山、一日、店長、あっと最終コーナーで国母がミス。おっと勝田が1コーナーでミス。さあ片山がトップ、2番手いっちゃん、そしてミスをした勝田が3番手、その後ろ店長、国母。さあ今度は片山いっちゃんのバトル。さあ残り2分、1分経過しました。さあ片山一道のバトル、そして勝田はどうだ、少しずつ近づいていけるのか。
さあ勝田が離される展開。さあ片山選手、小久保選手の後ろまで来ました。さあ小久保が2台を浮かさして、さあ1位2位は依然テールトゥーノーズ。おっと片山少しミスしたがトップキープ。さあ1日がプレッシャーをかけ、さあ残り1分。しかし片山は落ち着いているのかトップキープ。あーっと小久保転倒。さあ残り30秒。残り30秒。 あと3周といったところか。さあ1位2位は未だテールツーノーズ。残り15秒。さあラスト2周か。残り10秒。さあ1位2位がファイナルラップ。タイムアップ。はい、国母ゴール、勝田ゴール。さあ最終的には片山が少し距離を、トップゴールは片山選手。18ラップ3分7秒80。はい、お疲れ様でした。ファイナルトリングラウンド終了です。さあ暫定集計結果が出まして、さあ暫定ポールはカズちゃんの18ラップ3分7秒。上位3台ですね、上位3台が A シードですので、暫定2位キミ選手、暫定3位勝田選手、以上を上位3台となっております。ボーダー勝田選手が17分3分2秒。まあ上位3台18入らんとあかんですね。はい、お疲れ様です。では予選第1ラウンド終了で、続きましてワイドツーリングクラス予選第2ラウンドに参ります。第1組の方ご準備ください。出走ドライバーは高橋選手、木村選手、赤木選手、ニューナヤ選手。前列グリッド木村、ニューナヤ、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ早めのスターティングシグナル、さあスタートしました。おっとっと、1台転倒、カズさんダッシュ。さあトップで帰ってきたのは木村選手、2番手ニューニュー、3番手高橋、4番手転倒した赤木。さあレースタイムは序盤の、おっとっと、さあ2番クラッシュ当たり返りがあるか、役員に。さあこれで高橋が弾かれて2番手はキープ、ニューニュー3番手高橋、4番手赤木。さあその間トップ木村が逃げる。さあ2番手ニューニュー、3番手高橋、4番手赤木、234が距離が縮まっている。さあいいですよ、トップ木村選手がいいペースだ。序盤戦4周目5周目に入っていく。さあこのペースでいけば暫定2、3ペース。さあレースタイムは序盤の1分が経過いたします。トップ木村、2番手ニューニュー、3番手赤木、4番手高橋。さあ残りは2分です。残り2分、序盤の1分が経過いたしました。依然トップは木村選手、すごいマクラーレン P1GTR。 現在中央セクションから後半セクションに入っていく。アベレージペースが 10.69。 お、暫定3位ペースだ。さあ木村選手このまま決め切って暫定上位3台に入ることができるのか、できるのか。残りは1分30秒、折り返し地点を過ぎます。キングレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組前半戦経過いたしました。後半戦に入って残り1分30秒。さあ3分間周回レース、折り返しを切りました。おっと、さあうまい。さあトップ木村選手、最瞬ラップマーカーのクラッシュヒヤリとしましたが、華麗にライン変更でパースしていきます。さあそして2番手には赤木が上がっている。3番手にオレンジがニューネアぴったり後ろ 0.8 秒。4番手高橋のレースオーダー、残り時間は間もなく、さあ残り1分です。残り1分、さあ3分間周回です。2分が経過いたしました。ワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組、トップ走行木村選手、現在ストレートから1コーナー入っていく。さあ前はクリア、
2番手赤城はじりじりと1位2位との距離を詰めてきた。ニューノヤもそのすぐ後ろ 0.7 秒でつけている。ワンラップで高橋4番手、レースタイム残り35秒。さあ木村がペース維持しているぞ。アーベレージペース 10.7。 さあ暫定、さあ3位前後のペース。さあここに赤木ニューナイも追いついてきている。残りは30秒、残り30秒。さあ1、2、3がラスト20秒。さあ三つどもえとなるのか。さあストレートで3台並ぶ。残りは12秒。さあ木村トップ守りきれるか。さあ赤木が来た、赤木が来た。さあファイナルラップ勝負だ。さあここは、うわー、さあここはトップ入れ替わって、さあここで3分経過、タイムアップ、次からゴール。いやでも流れ切らずに全車ゴール。全車じゃない、失礼、まだ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 です、まだ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 です。はい、全車ゴールです。トップゴール赤木選手、17分3分2秒97。はい、お疲れ様でした。予選第2ラウンド第1組まで終了です。さあ集計結果入りまして、ワイドスリングラス予選第2ラウンド第1組まで終了時点の暫定結果、トップ3はなんだかんだ第1ラウンドと変わらずのカズちゃん、いっちゃん、勝田選手、勝田選手の17分3分2秒が、ボーダータイムとなっております。はい、では続きましてワイドスリングラス予選第2ラウンド第2組へ参ります。ご準備ください。出走ドライバーは勝田選手、勝ちゃん、国保選手、一道選手、店長。前列グリッド、カズ、一道、お二方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。さあ第2と第2組スタートしました。さあスタート飛び出したのが1日、勝田、片山、店長。さあ1周目は1日選手、それに勝田、片山が続く。あっと片山を少しミス。おっと1日ミスして、さあ1位がテールズノーズ、1日、片山、勝田。さあ第1ヒートは後ろから様子を見る展開だった一日選手、今回トップ走行。そして3番手カズが徐々に距離を詰める。さあ1位、2位、3位等間隔。さあ1分経過。さあ1位、2位、3位が等間隔。なかなか、あとカズ少しミス。さあトップ一日に勝田がプレッシャーをかける。さあ1位に 3位が等間隔といえど少し距離が開いたか。1位は少し逃げる感じ。さあ1分15秒、まもなく1分経過です。さあ1位、2位、3位、残り2位、3位が少しミスがあるものの等間隔で続く。1日はノーミスで来てるのか。さあスタートからトップをキープ。おっと勝田が少しミスで1位、2位の差が開いた。残り30秒。さあ残り30秒。ああ片山刺さった、片山ミス、痛恨のミス。さあ1位、2位との差が約1秒に。ラスト10秒。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあ片山は残念届かない。
ただいまゴール。さあ、1日トップゴール。トップゴールはいっちゃん選手で10どこだ18ラップの3分6秒。はい、実況ありがとうございました。さあ、以上にて予選走行終了です。腹筋腕ワイドツーリングラス予選総合結果、お素晴らしい。一日選手がポールポジションゲット、勝った選手カズちゃんまでが上位3台 A シードとなります。それでは予選4位以降で決勝 B グループを行います。ご準備ください。金売れワイドツーリングクラス決勝 B グループ出走ドライバーは赤木選手、木村選手、ニューナヤ選手、店長高橋選手、国保選手。ご準備ください、ご準備ください。はい、では参ります。金売れワイドツーリングクラス決勝 B グループ8分間周回です。スタートです。残り7分。1分経過。1位赤木さん、2位木村さん、3位ニューナヤさん、4位高橋さん、5位店長、6位ココバさん。2分経過。1位赤木さん、2位木村さん、3位ニューナヤさん、4位店長、5位高橋さん、6位国語さん。残り5分。3分経過。1位赤木さん、2位木村さん、3位ニューナヤさん、4位店長、5位高橋さん、6位国保さん。皆さんミス、店長ミス。1位赤木さん、2位木村さん、3位店長、4位ニューナヤさん、5位高橋さん、6位国保さん。
残り4分。1位赤木さん、2位木村さん、3位店長、4位入名さん、5位高橋さん、6位小久保さん。残り3分。1位赤木さん、2位木村さん、3位店長、4位入名さん、5位高橋さん、6位小久保さん。1位赤木さん、2位木村さん、3位店長、4位入名さん、5位高橋さん、6位小久保さん。残り60秒。1位赤木さん、2位木村さん、3位店長、4位入名さん、5位高橋さん、6位小久保さん。残り50秒。1位赤木さん、2位店長、3位入名さん、4位木村さん、5位高橋さん、6位小久保さん。残り30秒。赤木さん店長、入念さん木村さん、高橋さん、小久保さん。ちょっと行こう。電池取れてよ。残り10秒。タイムアップ。10番ゴール。小久保さんゴール。6番店長ゴール。1番赤木さんゴール。5番高橋さんゴール。入念さんゴール。はい、お疲れ様でした。以上、一滴目ワイドツーリングラス決勝 B グループ終了です。では続きまして決勝 A メイン参ります。A グループ出走ドライバーは、いっちゃん選手、勝田選手、カズちゃん、そして勝ち上がりの赤木選手、ニューナヤ選手、高橋選手。さあ、キングレア初参加、一光選手の優勝なるか。さあ、ベテラン勢阻止できるか。では参りたいと思います。キングレアワイドツーリングラス決勝 A グループ8分間中華です。スタートです。さあ、スタートしました。さあ、6台走行のキングレワイドツーリングラス決勝 A グループ。さあ、6台オープニングラップ、トレインで帰ってきた。さすが
さあ、6台流れております。トップ1道、2番手勝った3番手カズちゃん、4番手赤木、5番手ニューニュー、6番手高橋。さあ、ポールポジションスタートの一道選手、今年度のミニスカップ関東大会ワイドツーリングクラスチャンピオン、そして後方勝田選手、カズちゃんと、さあベテラン実績も揃ったドライバーが続いております。赤木選手もいいですね。さあ勝ち上がってきた赤木選手、4番手、5番手ニューニューもまだまだ食らいついている。さあ高橋が1人でクラッシュ。さあ残りは7分です。序盤の1分が経過いたしました。さあ5大トレインが続く、一道、勝田、カズ、赤木、ニューニュー。さあ序盤の1分はほぼほぼグリッド通りで流れております。さあここからまずはラップマーカーが出てきてリズムが狂い出すのか。あっと、さあ勝田和がクラッシュ。これでトップ1道単独、2番手に赤木が浮上、3番手勝田、4番手ニューニュー、5番手カズちゃん、6番手に高橋。さあやはりレースが動いた。残りは6分30秒です。序盤の1分30秒が経過いたしました。さあこれでトップ1道、理想の序盤レース展開。2番手赤木との距離は 1.5 秒差、3番手勝った、4番手勝つ、5番手ニューニュー、6番手高橋。さあトップ走行1道選手、おっと、さあクラッシュがあったのは、さあ勝ったニューニュー。さあここのタイムロスがあった模様。さあレースは残り6分です。序盤の2分が経過いたしました。8分が周回レース、キングレワイドツーリングクラス決勝 A グループ、トップ1道、2番手赤木。さあここの距離が 1.3 秒、さあそれほど広がってはいないか。3番手にカズちゃん、前赤木との距離は、この周回で 1.8 秒。4番手勝った戦、あ1コーナー、さあカズちゃんが1コーナークラッシュ。これで3番4枚入れ替わり。さあ勝った選手が3番手浮上、トップ1道、2番手赤木、3番手片山、勝った、4番手片山、5番手ニューニュー、6番手高橋。おっとさあ2番手はこれタイム予想があったか。さあこれでトップ1道選手、2番手との距離をさらに広げて 2.6 秒差。さあ2番手、赤木、3番手勝った、4番手片山、5番手ニューニュー、6番手高橋のレースだ。残り時間は5分10秒です。残り5分10秒。さあ金メダル初参加一道選手、ポールポジションからレースをリードする。2番手赤木選手の距離はこの周回で 2.9 秒差。さあ現在最終コーナーからストレート、オレンジのマシンがトップ走行一道選手、2番手レッド赤木、さあ追いつかれるか、 2.9 秒差。3番手勝田選手が 1.6 秒後方、4番手カズちゃんがここ間詰めてきたか、 1.1 秒差。勝田カズの3番4番が 1.1 秒、5番手に言うのや6番手高橋のレースオーダー。残り時間は4分30秒です。残り4分30秒。さあ順が周回レース、折り返し地点が見えてくる時間帯。トップ1道、現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく。さあ前にはラップマーカーが2台見えてきた。おっと危ない。さあ1コーナー赤木のクラッシュ。さあここはラッキーですぐに戻った。2番手勝った、3番手カズ。さあ2,3,4が距離が縮まっている。さあ密度、あっと赤木ミス。さあこれで勝田が2番手浮上、3番手赤木、4番手カズ。さあ2位グループでやり合うとトップがさらに楽になるぞ。さあトップ一道選手、現在最終コーナーからストレート、オレンジのマシン。2番手、さあ2位グループ、ああ、勝ちゃみ。さあ、これで勝った赤木の2番、3番。勝った選手、2番手走行、前一道選手との距離は 4.3 秒。さあ、3分の1周ほど空いている。さあ、しかし、3番手赤木はすぐ後ろだ。勝った赤木の2番、3番。ここが 0.4 秒差。その後ろ、カズちゃんが4番手 2.2 秒後方、5番手ニューネア 3.6 秒後方、6番手高橋がラップ状態。残り時間は3分15秒です。レースタイムは残り3分15秒。さあトップ一道選手、快調にレースをリードする。大きく2番手との距離を引き離して、この周回で 4.5 秒差。1番2番 4.5 秒差。2番手勝った、3番手赤木。さあここの距離は近いか、 0.6 秒。その後ろ4番手にカズちゃん 1.4 秒後方。さあ2番、3番、4番再び
距離が縮まるか。レースタイムは残り2分45、残り2分45秒。さあトップ一日選手、一瞬ラップマーカーのクラッシュもヒヤリとしましたが、さあパスしていく。残り時間は2分30秒です。残り2分30秒さあトップは一日選手、現在2コーナー3コーナー、2番手勝った、ここテルトノーズですね、白青のマシン、勝った選手2番手走行、すぐ後ろレッド赤ギア3番手、さあその後ろのグリーンのマシンカズちゃん、これで2、3、4のポジション争いになっている。5番手にニューナー、6番手高橋のレースオーダー。さあ残り時間は2分です。残り時間2分。さあ後半戦も半分が経過いたしまして、残り2分です。残り2分。さあポールスタート、トップ走行一日選手、2番手との距離はこの周回で 4.9 秒まで広げている。さあ注目は2位争いだ、勝田赤木、ここが 0.2 秒差。さあカズちゃんも寄ってきている。残り時間は1分35。さあおっと勝った6番でクラッシュ。さあこれで赤木が2番手奪還、そしてカズちゃんがすぐ後ろの3番手。さあトップ1道は大きく逃げる。さあ2位でやり合っている。さあ三つどもえ。さあ赤木2番手3番手カズちゃん4番手勝った。さあとなるとこれで6段上トップ一光選手、2番手グループの背中が見えてきているか。レースタイムは残り1分です。残り1分。残り60秒。残り1分。残り1分。トップ一光、2番手赤木、3番手カズ、4番手勝った、5番手ニューナー、6番手高橋。残り時間は45秒です。残り45秒。おっとクラッシュいちみさん、みんな体調悪いだけやからごめんなせっかく来てくれたのにぶっちぎりでごめんな。さあ残り12秒。さあいちみ選手はこれで全車ラップ、全車ラップ。さあ残りは5秒です。いやでも決まってんね、決まってる決まってる。さあラスト、あもうこれでラストラップね。さあカズちゃんゴール、カズちゃんゴール、ニューナイゴール、カッタゴール。レース続行中、レース続行中。もう1台さあ帰ってきて、一水選手トップゴールで全車ゴールです。お疲れ様でした。金売れワイドツーリングクラス決勝 A 面トップゴールは一水選手、2位赤木選手、3位片山選手でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや素晴らしい。もうめちゃめちゃ決まってたね。関西も関東チャンプ、うん、素晴らしい。はい。これをラップできるようじゃまだまだかな。あそうか、赤木さん。これをラップできるようじゃ。ほぼラップ7秒差でそんな偉そうに言える赤木さんがすごい。あんなグダグダの2位争いで。